しくお願いします。今日は、はい、チャベちゃんの動画に来てるコメントを、うん、気になったものを返していこうという企画になっております。いいですね。というわけでね、早速ね、気になるコメント探していきたいと思います。どれがいいか、めっちゃお腹痛い。最近のやつから探す？そうだね、やっぱうちなんか2人が出てるやつがいい、あ、ないわ。そうだよ、最近ずっと私出てなかったからさ、 MV ぐらいしかないよ。あ、してないよ、怖っ。収録中だけど。え、してないんだけど。撮ってるよね、結構大きな音があって。してないんだけど。なんかいいのあるかな。 MV だったらね、2人のコメントとかある。あー、質問系ってあんまないよね。そうだね、確かに。うん、大丈夫、うん、大丈夫、大丈夫。何食べた？昨日、牡蠣食べちゃった。生牡蠣。撮影前になってるっぽいな。朝からずっとお腹痛くてさ、撮影前にやばくない？でも昨日の夜だから。コメント来てるよ、ケイちゃん。何がある？私はもう長臭そうです。してないって、ほんとやめてよ。マジで、ほんとにさ、やめな。収録中だからちょっと、面白い。してないよ、ほんとに。マジで。メイキングとか、グラビアも。あー、いいかもね。キウちゃんの声を聞くと落ち着くな。ありがとうございます。質問系がメイン。結構濃くない？結構濃いてない。濃いてる。お腹痛い。トイレ行ってくる。いや、まだ大丈夫。ほんとに？ちょっと待って、言ってる、うん。あ、これは最近3人ともみんな可愛い、もしくは綺麗になってるように見えるの俺だけかな。みんなね、変わったよね。最近昔の写真とか見るとさ、みんな顔とか、コンコンもさ、だってヤンちゃんの時に比べたらさ、これさ、待って待って、普通に喋ろうとするの臭いし。なんで？やめて。何の匂い？もう本当にやめて。もう何の匂いって。実はアプリでした。やりかねんと思っちゃう。私人前でおならしたことなんてないし、途中身出てもだった。3回目の辺で身出てるやつでした。お腹は全然壊してないですし、私のおならでもないです。ちゃんとあのこのね、という皆さんぜひ清瀬の切り取ってやる。本当にここを切り取ってツイッターにあげるとか、本当そういうのだけはやめてください。本当に嫌だ。じゃあさ対処法考えよう。おならしちゃった時の対処法、どうやってやったらごまかせるかなみたいな。やってみよう。じゃあキヨちゃんあるんだね。じゃあみんなで行って楽しく喋ってて、スンって一瞬静まった時に行ってちゃって、すごい楽しかったの。また行きたいなと思ってて。もう誰？誰したの？こういうの一番嫌だ。カップルならできる。好きな人と一緒にいる時の対処法なの。あのテレビ面白いね。あの芸人さんとかさ、最近すごい出てるよね。あー、芸人さん、あの一発芸いいよね。やってよ、やってよ。え、できないよ。え、じゃあやってよ、代わりに。でね、お流しちゃった。まあ許せ。まあ許せ。イエーイ。許せるけど、うん、本当だよ、やだ。次はコンコンにおならさせたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしています。以上、しゃべちゃんでした。